レイク・プラシッド会議とは八百九十九年から1九百八年までの毎年エレン・スワロー・リチャーズとメルビル・デュイによってアメリカ合衆国ニューヨーク州レイク・プラシッドで行われた火星学に関する会議である。1七百から1八百年代前半のアメリカ火星学では産業革命によって引き起こされた家庭の崩壊現象を防止する一つの社会政策的な 対策から始まった女子教育であった。これは女子の教育機関であるフィニッシングスクールにおける編み物や修理技術の教育といった家政教育であった。産業革命によって労働者の増大と家庭生活における消費財の拡大が起こったが、このような現象に対し、これまでの主婦の経験や伝承だけでは対応できなくなってきた。このような中、 1829年キャサリン・ピーチャーは、女性は、諸科学を、火星の観点から学び、それに基づき、火星を、科学的に実践的に学ぶ必要があることを提唱。これが1841年に出版された、エイトリーテス・オンドメスティック・エコノミーであり、火星学を教授するための体系を示したものである。またピーチャーは、火星学を、 ドメスティックサイエンスあるいはドメスティックエコノミーと呼んでいたが、エコノミーの要素を取り入れたことは生活していくにあたって、経済的な意識が不可欠な要素となっていることを示しているのである。ありがとうございます。